スパークイグニション東京渋谷のスパーク2045からお送りしています番組パーソナリティの黒田理沙です私はタレントとして宇宙飛行士になることを目指していますそしてはい今週もよろしくお願いします同じくパーソナリティを務めています衆議院議員の鈴木圭介ですファシリテーターはイグニッションポイント株式会社コンサルティング事業本部パートナー野上隆則さんですこんばんはよろしくお願いいたします グラフフィックファシシリテーションは鈴木紗さよさんは一般社団法人グラフィックファシリテーション協会の認定プロフェッショナルとして対話を絵に描くことで場を活性化し多くの企業団体の課題解決に携わっていらっしゃいます。 それでは、野上さん、今週のディスカッションのテーマを発表してください。はい、今週はここまで来た。宇宙の可能性の第3回ということで、宇宙活用の未来について、あのお話を聞いていただき、聞かせていただければと思っております。はい、簡単にこうテーマの解説というかお願いできますか？ そうですねあの前回までにあの宇宙かけるまるであるとかまあそういったえっとどういったことがこう可能性としてあるのかっていう話をさせていただきましたがえっとそれをあの踏まえながら今後じゃあ宇宙活用って5年後10年後どんなことが起こっていくのかとかそれこそあのね最初の方にもありました通り普通の人が宇宙に行けるような世界がやってくるっていう時にじゃあ一体こう何が起きるのかであるとかどういったところにこうビジネスのチャンスがあるのかとかそういったところについてお話を聞かせていただければなと思います。 はいそれではパネリストの皆様をご紹介いたします株式会社アイスペースディレクター &COO 中村貴博さんこんばんはアイスペース中村ですよろしくお願いします株式会社インフォステラ共同創業者代表取締役 CEO 倉原直美さんこんばんはインフォステラの倉原ですよろしくお願いします そして宇宙がテーマということで私黒田理さもパネリストとして参加させていただきますよろしくお願いします。それではここからケイスケさんにバトンタッチします。はい。はい、えー。そうですね。あのまあ三周目ということでまああの実際今かなり世界的にはあのまあこれまでは宇宙っていうとこう政府だとかですねこう NASA だとかそういう公的なところがやるイメージがあってすごくスペシャルな選ばれしい人が トレーニングをしていく先みたいなイメージがありましたけれどもかなりこれ世界的にはもうあの民間のが主役になってくるようなそういう状況になってきてましてですねあのやっぱりそういった意味ではかなり可能性が高いということもあるんだろうと思いますしあのまあ前回は特にその中であの今日はスタートアップのお二人に来ていただいてますからまあそういった意味ではあのまあ例えばファイナンスをどうするんだとかまあそういう具体的な 今後の伸びしろというかですね、まあそういった話を伺ってきた、まあそんな感じかなというふうに思います。あのまあそういった中で、えー、まあ今日はこれからあのこれから先の宇宙活用、まあどういう方向にあの宇宙空間の活用あるいはビジネスというのが伸びていくんだろうと、まあそういったテーマであのお話を伺っていければと思うんですけれども、あのおまあ最初じゃあ,あの。 アイスペースの中村さんからお話を伺っていければと思いますがあの、まあ、最初の質問でもありますけれどもあの、まあ、5年後10年後とかです、ね、20年後というところで、まあ、どういう展開を考えられているのかということになりますけれどもあの、まあ、今、ね、先ほどお話もされしてましたけれどもこれまでどっちかというと宇宙の活用というと、まあ、ISS だとか近いところ だったと思いますよねでそれがあの中村さんの、えー、ビジネスの場合にはアイスペースさんの場合には、まあ、月というところにフォーカスを当てられてますけれどもここから先の展開ってそこからさらにどこら辺まで深いところまでいく感じなのかとか、まあ、少し伺えればと思いますすそうですねあの、えーとまあ、市場規模の、まあ、マーケット規模のいろんな数字が今出始めていてですね 今宇宙産業全体でで円ぐらいなんですよねこれはグローバルで35兆円ぐらいですと。で、まあ、いろんな証券会社ですとかロケット会社が出してる数字でだいたい2030年とか2040年になるとそれが100兆円とか300兆円になると。例えばその35兆っていうのはこう多分いろんなこう衛星の開発費だとかあるいは打ち上げのコストっていうのがかなり大きい気もするんですけど、はい、今のところはじゃあそういう。 コストがかなり大きいっていうイメージです,かそうですね。で、そこでそれがあの100兆300兆まあ、3倍とかですね。あの10倍にこう膨れ上がっていく理由がまあ、いろんなあの。まあアナリストが書いていたりするんですけど、やはりその宇宙での。その資源。 宇宙空間もしくは地球以外の天体の資源を活用していくというのが大きなドライバーになるということを言っていますねその資源は例えばその月であるいは火星で資源を見つけましたでその資源を地球で使うイメージなんですかそれとも他でそその場ででで使ううイメージなんですかそうですねあの基本的には地産地消ですね地球に持って帰ってくるわけではなくてもうその宇宙空間で使うと。 まあ月の場合はえ月産月消って言ったりしますけど、はい、あの基本地産地消でもうその場で使うっていうのがあの大前提になってますね、うん、具体的にはその火星とかあるいはまあ他の天体でもいいんですけれどもどんな資源がちょっと狙い目と今考えてらっしゃるか教えて資源もやはりいろんな資源があって我々まあ短期的にはですねまあ5年とかあのぐらいのスパンだと。 やっぱり水を水素酸素に分けてそれがロケット燃料とかあの宇宙船の燃料になりますのでそれを使うことで宇宙空間の,あの輸送コストが大きく下がっていくとで宇宙空間の輸送コストが下がってくると、はい、次の資源があの注目され始めます。でその資源はです、ね、レレアアアースととかか、はい、メタルとか、はい あのまあプラチナとかそういった資源がまあ月もそうですしあとは「はやぶさ2」があの立ち直しましたけどああいう小惑星ですね小惑星にたくさんあると言われてましてそういったあの資源をあの活用していくっていうのがあの非常に大きなあの可能性になっていくと考えてますまあ前回もねあの中村さんおっしゃってたのは月でこう氷があって。 まあそのかなり水があるのでそれをうまく活用したいって話もおっしゃってましたけれどもやっぱりその宇宙空間の中でそういう中継地点があるっていうのはあのその先の可能性をすごく広げそうな気もしますよね。そうですねやはりあの中継地点でまあそこでまあ燃料補給してっていうそういうまあコンセプトでまあ月,を月にまあガスステーションを作るっていうことをコンセプトにしてますけどそこでまあガステーションがあると。 まあ火星もそうですし小惑星もそうですしさらによりこう深いあの宇宙にもあの人類の,ですねあの生活圏経済圏が広がってていくと考えてます、はいまあ、それは相当,、ね、本当あの夢が広がるなという感じですけれども黒田さんどうですかその宇宙をずっとあのいろんな意味で関わってこられましたけれども多分これまでって宇宙に行くっていうと ISS っていうイメージが。 あったと思うんですけれども。そうですね。はい。まあ ISS がまあどこぐらいのところ回ってるんですかというと、まあ地球をリンゴぐらいにするとリンゴの皮ぐらいのところ回ってるわけですね。めちゃくちゃ近いですよね、はい。めちゃめちゃ近いところ回ってます。でさらに月ってなると、えー、地球三十個分ぐらい離れてるんですよ。ほう。うん。多分結構遠い。全然違う世界ですよね。はい。 さらに今ハヤブサツーが言ってるあのリュウグウという小惑星、これどこぐらいまで離れていますかっていうと、地球2万4000個分ぐらい離れてるんですよ。で火星はどのぐらい離れてるんですかちなみに？火星はえっ、ー、とリュウグより離れてますよね。そうです。あえっ、ー、と火星は、はい、あのまあき離れているといってもまあど,どっちも太陽の周りを回っているので。はい。 離れてるるると近くなる時があるんですよ、はい、でその、えー、最小公配数というかが一番近い時ですね。が 2, 2>,、はい、2年2か月のタイミングであの火星が大接近するんですよね。っていうのもあるのででも大体地球から行くと短くて3ヶ月ぐらいですよねそうですねあの地球から行くとですねそれこそ国際宇宙ステーションってもうすぐですね。 はい、あの数,数分とかっていうタイミングで,、はい、で月は3日か4日ぐらいでいきます、はい、で火星は6か月とか8か月ぐらいかかる、まあ、その先ほどの,あの軌道と、はい、軌道によってその年数が数か月か変わってくるんですけどそれぐらいまあ離れてるって言われてますねこれは例えばその中継地点として月があったとしてもやっぱりそのぐらいの時間はかかる。 いうことですよねそうですねあの距離をやはり距離を物理的に解決するのはまだ、まあ、こう瞬間移動とかですねあのワープしないと難しいので距離はもう距離の長さに応じて時間はやっぱりかかっちゃいますね現状は、うんまあ。そうなってくると、まあ、やっぱり行く人もそのずっとこう宇宙船の中で変わらぬ景色の中で ね、6か月8か月過ごすってなると相当な,ないあ忍耐力なのか、まあ、いろんな人とうまくやっていけるようなコミュニケーション能力なのかそういうところも必要になってくるでしょうしまたねそのこうななんていうんですか必要とされる、ね、能力というのも変わってくるんだろうなということも思いますね。まあ、むしろもう本当ににそんなに近い ISS とか衛星の世界っていうのは確かにあんまりこうね税金をたくさん使ってもう国が仕切りますっていうことじゃもうないのかもしれませんよねそうですね本当にそれがやっぱり一番民間でやりやすい部分だろうなとも思います今後 ISS 界隈とかがはいはいではそういう意味ではあのまあ 地に足がついたというか地球側の仕事をされている倉原さんのところのインフォステラですけれどもやっぱり何て言うのかなそのおそらくこれから展開していく方向っていうのがいろいろあると思うんですけれども例えばその今中継その電波を受けるそういった設備をやられてるということですけれどもそれをこう別のところに置くっていう考え方もあればあるいはその データというのをいろいろ考えるっていうこともあるでしょうしどんな感じで今考えられてますかすいません1個言ってなかったんですけどうち電波を受けるだけじゃなくて出すす方もやるんですね、はい、で月とか火星に人が行くようになったときに多分その人たちって地球に家族とか友達とか仕事仲間がいると思うんです。で結局その地球と 月地球と火星の間で通信が必要になってきてもしかしたらツイッターしたいかもしれないし、えー、スカイプで話したいかもしれないですよねそういった時の商用の通信の回線っていうのも提供したいなと思っています。 例えばそれすみませんあのイメージがあのなかなか分けづらいんですけれども例えば月との間でそういったあのこう通信網というかそれを確立する時に今できない障害というとどんんなことが考えられるですか今できない障害というと月にまずはアンテナが常設のアンテナがないのでえーとローバーでも 人工衛星でも月に行くものそのものが地球のアンテナと通信する設備を持っていないといけないですね、はいはい、月にその常設のアンテナ設備があれば月に行く人とかものはその月の何か常設のものと話していればいいので負担が全然違ってきますねあそこはかなり負担が全然違う感じになるんですね。 通信で一番、えー、とネックになるのがやっぱり電力で長い距離を飛ばそうとすると強い電力が必要なんですね。うんはい、で小さい衛星とかロー,バーローバーだとその電力っていうのの制約が出てくるのでそこがネックになりますね例えばその電力っていうことでいうと、まあ、仮にですよちょっとあの、まあ、お答えいただけるか分かりませんけれども、まあ、そういった遠隔地に、まあ、こちらから出した えー、電波をきちんと受けてもらうようなそういった設備を作るとするとど,どういう電力のこう何て言うかな太陽、ね、光発電ですね太陽光発電の電池を月の表面に置いてその、えー、発電した電力を使って通信するということになると思います。うん じゃあ、そういう感じのビジネス展開も少し考えていらっしゃるんですか。はいえー、アンテナ、地上に今、弊社が持っているアンテナを、えー、と月に向けたりとか火星に向けるっていう方で、えー、地球側の設備を提供するっていうのはもちろん考えてますしじゃあ、将来、えーと、反対側ですね月とか、えー、火星っていうところに、えー、設備を置くっていうのもまだその個人的のレベルですけれど。あのー <laughs> 描いていいててきたいと思っています例えばその会社として、ね、今後いろいろ考えていくときに、まあ、データをいろいろいい意味で活用していくという話も当然出てくるのかなという感じもしますけれどもそこら辺も少しなんか考えていらっしゃることありますすかそうですね今お客様になっている、えー、お客様の衛星 ののデータっていうのをもっともっと地上に下ろしていきたいなっていうのもありますし将来的にはそれが意識されないで使われるようになってほしいなと思ってます今結局その GPS を使ってるってみんな意識してないですよねなので地理情報みたいなものが地図上でもしくは別のアプリみたいなものと連動して実は知らないうちに衛星データを使っていたみたいな ことがもっと普通になるように、えっ、ー、とエセデータをもっともっと溢れさせたいなとも思いますね。そこはカスタマイズみたいなことっていうのは自分でやる考えもあれば、当然アウトソースするっていうこともあると思うんですけれども、まあこれからどうあの御社では考えていらっしゃる感じになりますか。まず今の事業が通信のインフラなので、えっ、ー、とすべてのデータがうちのあのまあ設備を通っていく。 といいうようよな状況をまず作りたいとでその上でじゃあデータの所有者である衛星の、えー、所有者の方と連携してうちがもしかしたら何かしら解析をして、えー、と販売ですとかっていうところの窓口になるかもしれないですしもっと黒子、えー、に近い部分で。 データのディストリビューションとかあの蓄積とかそういったところをまずはやるところから始めるっていうのもあるかなとは思います、はいえー、では次の質問に移りたいと思いますけれどもあの、まあ、今後宇宙に関連する事業を志す人に対してアドバイスをお願いできますかという話なんですけれども、まあ、多分これまで本当にあの切り開いてきた ね、あのお二人と三、まあ、人ですから、まあ、そういった意味では、まあ、これからあの今の若い人たちがですねあるいはまだ、ね、子どもたちがやっぱり宇宙を考えるときに多分僕らの世代と全然違うあの考え方もあると思えばあの僕らの世代とはまた違う,こうハードルもあるんだと思うんですよね。まあ、そういったことで、まあ、これまでご自身の体験からあの、まあ、そういった若い人たちへのアドバイス、まあ、皆さん若いですけれどもあの何かあれば。 教えていいただけければと思いますけれどもじゃあ最初にアイスペースの中村さんからお願いします。そうですねあの、まあ、2つあってですね1つはやはり、まあ、宇宙開発ってなるとあの非常にこう、まあ、頭の良くて、まあ、NASA とか JAXA とかあのいわゆる技術的なエリートの方々がやっているとあの思われがちで。 もちろんそういう側面はあるんですけどあのよりですねえっと、まあ、我々スタートアップをやらせていただくと実はそんなことはないことも多くてあのまあ誰でもそのビジネスとしてできるっていう環境は今整いつつあると思ってます。でそういう中で一番ネックになっているのがその、まあ、一般の方々のこう精神的なこう宇宙に対するハードルですね。ハードルがまだまだ高いのであのそれをまずこう取り除くっていうのが とても大事だなと思っている。それが1点目ですかね。はいで2点目があのこれ。僕結構最近好きな言葉であのなんですけど、スターウォーズのヨーダの言葉でジェアイズノートライドゥオアドゥーノットってあるんですよね。でも、あのトライじゃなくてまやるかやらないかだけだで。そこのスタンスって。やはりあの？ まあ宇宙ベンチャーもそうですしあと他のあのベンチャーもそうだと思うんですけどまあ新しいものをこう切り開いていくっていうあのスタンスに立つとやはりもうやるまあやりきるっていうのがとてもあの大事なんじゃないかなと思ってます確かにあのスタートアップってあ,のある意味課題があって課題を解決するそれビジネスの手法でやっていくっていうことで当然あのニーズがあれば。 それが満たされてなければそれをちゃんと賄えるようなマーケットを作るビジネスを作るっていうことだと思うんですけれどもあのそういった意味で言うともしかしたらこれから宇宙ってそんなに特別な話ではなくて課題を解決する中でたまたま宇宙に触れたら宇宙ビジネスになるし。 ぐらいの話かなって気もしますけれども、どうですか、そんな感じにもなりそうですかね。いや、まさに本当にそうだと思いますね。あの課題をいろいろ洗い出していったら、たまたまあの宇宙ビジネスだったっていうことは本当に大いにありうるんじゃないかなと思います。まあ最初、ね、クラーラさんが前回か前々回おっしゃってましたけど、まあ、農業の話なんかも、おそらくこう課題が先にあって、で、どう解決しようかなと思ったら、あじゃあ衛星 をね使えば、これは一番早いよねっていうコンセプトもあるんだと思いますよね。どうです、何かありますか?。あの、一番広く、あの、見たい、観察したいとか。もしくは高品、高頻、えっと、グローバルに観察ししたいとか、何か見てみたい。みたいな用途には、結局衛星とか。できるだけ遠くから見るっていうのが、あの、いい,いので。そこに、結果的にそれを使うことになったっていうことには、意外と。 あ、そういうことが起こるんじゃないかなと思いますね。なんかこれからトライしようとする人たちにアドバイスがあればと思いますけど、どんな感じです？うん、あのできるだけ自分と違う能力を持った人を巻き込むことがすごい大事かなと思います。例えば、あの私は全然もともとファイナンスの知識って全くなかったですし。しえっ、ー、と会社を。 立ち上げるっていうあのそことそのものについても知識なかったですね。だからでも自分で全部やる必要なかないなとも思って、えっ、ー、と分担すればいいと、えー、得意な人を見つけてきて、えー、その人に手伝ってもらって一緒にやるっていうのがすごく大事だなと今思います。例えばこれまでのご経験からそういったあの優れた方がいたときに、実際に自分の会社の中に入ってもらうっていうケースと。 自分のこう必要としているものを外にアウトソースするという考え方と両方あると思うんですけれどもこれスタートアップね一般的にそうだと思いますけどそこら辺ってなんかどっちの方が、まあ、もちろんいろんなケースがあるんだろうけれども何かあのアドバイスというかこう鉄則みたいなのがあれば教えていただきたいと思うんですけどすいませんあの多分鉄則はないっていう答えになってしまうんじゃないかなと思うんですけど。 多分会社の性質とかやってる事業によってじゃあどういう人を、えー、に内部に行ってもらった方がいいのか、えー、どういうことは外に出したらいいのかって変わると思うんですね。であとはあの自分の会社と事業のフェーズによって必要な人能力っていうのも変わってきますね。でそれはあの えっと本とかにもいろいろ書いてたんですけれど私も今実感としてそれは感じますだからあえて言うなら自分のえと事業のえとことをできるだけえ具体的にイメージをして、えー、いつどういう人が必要かっていうのをえとできるだけクリアに自分の中にイメージを持っておくっていうのが重要かなと思います中村さんの場合は最初「白頭プロジェクト」 からまあ、あの会社を、まあ、立ち上げたって話を最初の時されてましたけれども、人材っていう意味で言うと、あのー、結構そのファイナンスとかいろいろもろもろ人材が必要でしょうけれども、最初からかなりいらっしゃった感じですかえっと、まあ、そうでもないですね、やっぱり、最初はあの1名とか2名でやっているので、はいでま、今の先ほどの話って、まさにですね、今日あの あの社内で激論化をしてたんですけど、はい、まおっしゃる通りそりフェーズによって違うんですよねで我々の場合ってまあ月面の開発とかなかなか普通やらないことをやってるのであのやってますとで優秀な人って周りにはたくさんいてそれこそ政治家の,あの先生方ですとかあの政府の関係者ですとかまあ弁護士の先生ですとかあのコンサルティング会社で働いてる人まあたくさん周りにいますと。 で全員が仮にこうアイスペースに入ってしまうとただこう一つのエンティティが言ってるだけの話になってしまうのであの説得力がなくなると思うんですよね。で共感周りに第三者的に共感していただける人たちがいるからこそあの客観的なまあ視点っていう観点も入りあのマーケットとしてあのまあ このマーケットは成立するんじゃないかっていうよりこう広い層にを巻き込むことができると思っているのでそこの議論ってとても大事だなと思ってますね。確かに何かその中に入ってしまうとまあダイバーシティというかこう地の地の意味でのダイバーシティっていうのが本当に確保しづらいなと思うところはあってよくあの僕らコーポレートガバナンスってガバナンスの企業のことでやりますけれどもやっぱりこの 外部の本当の意味でのボードがちゃんとケージをけん制できるとやっぱりそれはあの伸びしろやっぱあるんですよね。そこは本当にあの今おっしゃる通りだなというふうにも思いますけれども黒田さんどうですかあのこう今いろんなお二方からもお話ありましたけれどもあのこれからのチャレンジャーへのアドバイスとか何か思いというのがあればそうですねやっぱりあの宇宙が好きというところから入ってこられる方は本当に宇宙にまあ夢を 持ってこうやっぱりその世界って、まあ、いろんな映画で描かれていたりとか、まあ、アニメとか、まあ、漫画とか、まあ、そういう中でのイメージとかもあると思うんですけど、まあ、どの業界もそうだと思うんですけど本当に地道な泥臭いこととの積み重ねね。だと思うんですよ、ねまあ、それはもうオリンピック選手で輝いている方もそうだと思うしまあねあの有名なね いろんなミュージシャンとかもそうだと思うんですけどなのでなんかこう一旦あれなんか思ってたのと違うって思う瞬間もあるかもしれないんですけどそれでもなんかうんほ、ね、本当に情熱があれば挫折も乗り越えられるっていうのがあるかもしれないですしね、うん、本当にね。 まあ少し前まで人類ってその地球の裏側に同じように人が住んでるとは思ってなかったわけで、まあ、海,のそ海の外側がもうもはや宇宙みたいなところからどん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 、まあ、400年前にガリレオが望遠鏡で月を見てで、まあ、地球が太陽の周りを回ってるんだということを知ってそれから科学がどんどん発展してきて今では138億光年先の宇宙までまあ 見通すことができてっていう。そういうまあ、科学で急速にこう。私たちの視野が広がってきてだから、その今宇宙と言われている部分、境界がどん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 。まあ広がっていくことになると思うんですよね。でもそれはやり続ける。しか、それは叶わないわけで。なので本当に多分。どんなアイデアも。 本当に今の宇宙業界では糧になると思うんですよなのであの本当に一日のうちの1分2分でもいいから何かこう宇宙になんか思いを馳せたりこういう宇宙のベンチャー企業があるんだなとかいうことをですね何かちょっとこう知ってもらえたら嬉しいなと思います。 はいあのまあ、議論は尽きないところでもありますけれども、あの時間がです、ね、若干、押し迫ってきていまして、あの少し野上さんにです、ね、き、まあ、今日は少しあのビジネス的なあの、まあ、えな何て言うかな、ボトルネックも含めていろんな議論が出たと思いますけれども、あのなんか今日の議論をご覧になって。そうですねあの 弊社のコンサルティングファームでいろんなねお客さんとの新規事業のこうお手伝いとかもさせていただいているんですけどま,あまだちょっと宇宙はちょっとこれまでのテーマで扱ったことがないのでぜひちょっとどこかと一緒にこう宇宙の可能性であるとか宇宙を使ったビジネスをあのこれからね特にこう宇宙であるとかそういったものがもっと身近になっていく中でのこうビジネスチャンスっていうところにこう我々ももっとこうね トライしていけたりであるとかいろんなこうその先ほどのこう宇宙を活用していくという中でやっぱりこういろんな人がいろんなトライをしてとかいろんなアイディアがこう試されることでこう宇宙がどんどん身近になっていってそれによってこう、ね、こう誰もが行けるような世界がどんどん近づいてくるというところだと思うのでなんかそういったところにこう我々もこうもう少しこうなんか参加していけるといいなと思いながらちょっとこの最後の話聞かせていただいていました。はいあの今日は いろんな事情があってマイクを返さないでいこうかなと思いますけれども、はい、あのではグラ,ックグラフィックファシリテーターの鈴木さんお願いします今書かせていただいていてな,なんとなくなんですけど、えっと、グラフィックも見えない人の思いなどを書くんですけど宇宙も見えないところ実際には見えないんですけどもそこに向かって人を巻き込んでいくために皆さんにすごく人を巻き込む力であったり。 こうビジョンを語るようなすごい力強さをこう一緒に養っておられているような感じがして書いていてすごく力強さを感じましたはい、はいえー、ではですね最後にあの、えー、皆さんからあのリスナーの方々に、えー、一言ずつですねあのメッセージをお伝えをいただければありがたいと思います、えー、では最初に ispace の中村さんからお願いします。はい、えー、っとぜひですねあの ま宇宙に対するこうま心理的ハードルっていうのをあの取り除いていただいてあのまあ宇宙にまスタートアップとして参加していただくのもいいですし、あの事業としてですねあの取り組んでいただける方があの増えるとあの非常にありがたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えでは続いてインフォスインフォステラの、えーの倉原さんお願いします。 はいえー、と今、宇宙の関わり方って本当に多様化してきていると思ってます、えーと、エンジニアとしての関わり方以外の、えー、関わり方が本当に多いので、そういったことをぜひいろいろ情報をあの集めて知っていただけたらなと思います、はいはい、であの黒田さん。 はい、あの実はあれですね。宇宙に行くわけじゃないけれども、<laughs> もうちょっとしばらくあそうなんです。ね、少しあのラジオをお休みさせていただくことになります。はい、はい、あのまあそんなに長い間ではないと思います。けれども、はい、あのそういったことでですね、えー、この少しお休みをする前に。 リスナーの方々に今日の話も含めて、はいえー、お話をいただければと思います。はい、そうですね。はい、皆さん、えー、夜遅くに聞いてくださってありがとうございます。えー、はい、ぜひ宇宙を何卒よろしくお願いします。<laughs> <laughs> あの。 そんなんなでいいあのまあそんなに長くなくすぐ帰ってくるらしいので、はい、あのそういった意味ではそんなに思い残すことはないのかなという気もしますけれどもあの3週にわたってご参加をいただきましたのは株式会社アイスペースディレクター CEO の中村貴博さん。ありがとうございます。そして株式会社インフォステラ 共同創業者代表取締役 CEO の倉原直美さんありがとうございましたそしてファシリテーターはイグニッションポイント株式会社野上貴徳さんありがとうございましたそしてグラシックファシリテーションは鈴木さよさんでしたありがとうございますということで、はいはい、では本当の最後の最後に黒田さんにマイクを渡したいと思います <laughs>、はいえー、ということで皆さん ありがとうございました。ありがとうございました。したえっと今日はですね、あのまあ90分というあのまあ非常にこう貴重な機会をいただいて。 えー、とてもですねあのまあ、面白いあの会話をさせていただいたかなと思っていますあの将来のま宇宙開発の将来像ですとか足元の話ですとかどうやってその産業を作っていくかっていう話だったりあといろんなビジネスモデルがある中でえー、っとまあ 各社ですね、どういうあのビジネスモデルをやられているかですとかあと最後にその各リスナーの方々へのメッセージ、まあ、宇宙に携わっていくためのメッセージと、まあ、非常にこうまあ面白い経験をさせていただいてありがとうございました。はいえー、と初めての経験だったのでいろいろ楽しく収録させていただきましたただ、すごい緊張しましてあのもっとうまくはらせたらなとも思いました。 いろんなふうに、えー、宇宙のことを深掘ってくれたので、えー、普段の仕事ではできない話とかもできてそれも非常に良かったなと思いますありがとうございましたはい黒田有沙ですえー、今回まあ宇宙がテーマということで初めてパネリストとして参加させていただきましたありがとうございますいやでも本当にね、宇宙の話っていうのは夢があります でも夢のそこにはその本当に地道なねあの泥臭いことの積み重ねがあってっていうところなのであのぜひ皆様あの今どういう風うにその宇宙業界の人たちが頑張っているのかということをぜひあのしていただけたらなと思いますちょっとあのラジオお休みすることになるんですがまた帰ってきますのでどうぞよろしくお願いします行ってきます。